東京音楽学校は1887年、東京府下役に設立された管理図の音楽専門学校である。日本で最初の音楽教員、音楽家、音楽鑑賞家の養成機関であり、当初は西洋音楽の教育を中心とし、修行年限1年の予科と本科から構成されていた。学生改革に伴い発足した新生東京芸術大学音楽学部の 構成母体となった。戦前期の管理高等教育機関は原則男子のみ受け入れており、東京芸術大学美術学部の前身東京美術学校は男子校であったのに対し、東京音楽学校は男女教学で女子の方が入学者数が多かった。また、東京美術学校と比べるとかなりの小規模校であり、 現在の東京芸術大学上野音楽学部キャンパスの美術学部と接する部分約半分日は当時東京美術学校の敷地であった。また東京美術学校が伝統的日本美術の保護が学校のルーツであったのに対し東京音楽学校のルーツは西洋音楽の輸入であった。東京音楽学校現在の旧東京音楽学校本館及び総学堂 現在は、上野公園内に移設開校間もない頃の、東京音楽学校正門東京音楽、学校総学堂での記念写真1887年10月4日、文部省大臣官房直属の機関であった、音楽取り調べ係の係長であった、伊沢修司のほか、菊池大六、富山正一、穂住の武ら当時の代表的、学者7名が連署した、 音楽学校設立の義に府県議に基づき、道係を解消し、設置、伊沢が事実上の初代校長に就任した。その後、総学堂を含む校舎が新築され、1890年5月12日に開校された。日本最初の音楽学校として、修行年限1年の予科の後2年生の、市販科あるいは3年生の本科のいずれかの家庭に、進学させる方式を取った。 学校設立にあたっては、闘技徹底きらが学士も少なからず関与した。しかし、翌1891年には早くも、国費節減と関連して、帝国議会で、損廃論議が起こり、1893年6月28日高等、師範学校に移管され、付属学校に格下げされたが、1899年4月4日には、 伊沢らを中心に再び独立し、翌1900年には学科を再編成して五科とし、以後新生以降までこの体制が基本的に存続した。同時に開校した東京美術学校がもっぱら、日本が中心であったのに対して、西洋音楽一辺倒であったが、1907年9月17日に法学調査係が設置され、古法学の財布、演奏が始まった。 20世紀に入った頃から滝連太郎、山田耕作、新次清志ら作曲家を輩出するようになり、以後音楽家、音楽教師、音楽鑑賞家を養成する中心的教育機関となった。大正時代の入学資格は、本家が余科卒業生、余家と公主師,師範家が旧制中学、高等女学校4学年終了程度、 オツしゅしはが、高等小学校に学年終了程度であった。しかし、オツしゅしはは、次第に入学者の学歴が、高種しはんと変わらなくなったため、オツしゅしはは1928年に募集を臨時に一時停止としたが、復活することはなかった。昭和時代の年限、学生数は、余下では、募集30名から40名で、余下1年、本科3年の一貫教育であり、 公主師,師範科は、募集30から40名の3年生であった。本科には、当初、声楽部、気楽部があり、後に作曲部、法学部が加わり4部となった。入学者を数倍の倍率で選抜できたのは、余科公主師,師範科であり、この他に専科がほぼ全入で毎年400名近く、受け入れていた。なお、1936年6月20日に、本課、 公主師,師範科と並列する形で、法学科が新設されたが、後に余科、本科コースと統合された。研究科は卒業者が卒業後研究するための制度であり、志願者は少なくほぼ全入であった。第二次世界大戦後の1949年5月31日、学生改革により、新生東京芸術大学が発足すると、 東京音楽学校はこれに包括されて音楽学部の前身となり、1952年3月に廃止された。本流の余科、講師主犯科が募集70人と長少数、精鋭であったが、前流の選科も東京芸術大学音楽学部に統合したため、音楽学部の募集は172名となった。なお、東京美術学校には選果生はほとんどいなかったため、 東京美術学校の余科、市販科の募集人数と、東京芸術大学美術学部の募集人数はあまり変化しなかった。1946年の募集人数講師市販科30名、本科40名、本科内訳声楽科8名、器学科作曲科2名、法学科東京音楽学校長高等、市販学校長東京音楽学校長、今村静子。 本校卒業後、米国にダンス留学の後、歌劇女優となる1887年。なお開校時の本館、総学堂は上野公園内に移築され、旧東京音楽学校総学堂として現存している。ありがとうございます。